えー、高橋さんとはあの私がかつてやっていた番組でも何度もお越しいただいたことがあるんですが、はい、代表取締役でっていうのは初めてご紹介しました <laughs> そうですよね、はい、<laughs> いつもお世話になってるんですけど、はいえー、今日さまざまなお話を伺っていきたいと思います、えー、まずはですね今日ご紹介しました通り <laughs> センチュリーンティ21リード不動産という会社がありますが、えー、千歳町にある不動産屋さんですねはい、はい、不動産屋さんって言い方するとなんか <laughs> 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 ちょっとなんか違和感ですかね <laughs> ちょっとあの <laughs> <laughs> い,い,いいお部屋あるみたいな感じでしますけどもさまざまな物件の取り扱いですとか土地の取り扱いなんかもされているというですね、えー、不動産なんですけれども、えー、非常に歴史のある会社だということであそうですね。はいはい、一応あの私の送付 その前ひ,ひひおじいちゃんですね、はい、が代償、えー、屋をやっていて、はい、あの代わりにお手紙を書いたりとかあ,あとそれがあの確認申請につながっていってあの、はい、役所に提出する書類みたいな感じで、はい、あのおじいちゃんが工務店にして、はい、であの先代の,あの母が、はい、えと不動産屋にしたっていう、まあ、形を変えながら続いている、はい、もう80年以上になります。 あの千歳町に会社がありますけれども、場所はずっと変わってないんですか。はい、場所はそうですね、あの昔は、えっ、ー、と今の。並びにある、ちょっと右側にずれるんですけど、はい、はい、そこのあの小さな工務店から、今の場所に。母が大きくしたっていう感じですね。そうですね。はい。はい えー、きっとあのう聞きの方でもあなんかうちのうちでお世話になったわなんていう方もねいらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、えー、今日高橋さんはですね代表取締役ということで今日はスタジオにお越しいただきました、えー。代表取締役になられてからはどれくらいですか。えっと、ね、昨年の10月に、えーはい、代表になりましたので今半年ぐらいですかね。はい。はい、今大変お忙しい時ですね。<laughs> あそうですねまあいろいろまあちょっと落ち着いてはきましたはい。はい えー、昨年ですねあの先ほどお話に出てこられましたの仙台でということであのお母様がですね、えー、亡くなられたということで、はいえー、高橋さんが、えー、10月に代表になられたということなんですが、えー、お母様あの 急に亡くなられましたねもう結構あの有名な母なので、はい、ご存知の方も多いかと思うんですけどもう6月の末までは元気いっぱいで、はい、本当にバリバリ仕事こなしてても東京にも1人で出張行くぐらい元気だったんですけどそこから、まあ、急にあの夜中にあの強い頭痛があってそこからあの体調を崩してずっとで最後はちょっとくも膜下出血という形であの急性してしまったっていう。 流れだったんですけどいや本当にあの元気な母があっという間に2ヶ月半ぐらいで亡くなるっていうのは、はい、本当に人の命っていうのはねいつどうなるかわからないんだなっていうことを私はすごく感じました。はあ、あの 不法が、ね、伝えられてあのラジオ聴きの方も、はいえー、驚いた方も FML 課もよくご出演いただいていましたので、はい、驚いた方も非常に多かったかなと思うんですが皆さんそれと同時にあのじゃあリード不動産は次はどなたがというのもね、うん、ご心配もあったかと思うんですけれども<え>秋からは高橋さんが代表取締役ということでお仕事をされています。はいえー、あのまあ 家業という形になりますけれども、ええ、あのずっと関わっていらっしゃったということでいいんでしょうか。そうですね。私あの専門学校卒業してからずっと20年は、はい、あの会社に勤めてて、はい、であのその間5年間だけあの代表やったこともあるんですよね。その間に引き継いでっていうのがあったんですけど。はい ままあ喧嘩しししてて <laughs> 親族会社ってね難いいんですよ本当に今日,今日あのそういう話出るのかな <laughs> <laughs> 皆さんねなんでいなくなったんだろうとかね思ってる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、はい、やっぱりちょっとあのと方向性がね,ねあの合わなくって、はい、やっぱり母は今まで自分が作ってきた会社ですしまあ自分がこうねあ先頭闘切って引っ張っていくんだっていう、はい、あのスタイルだったんですけど私はあのもう社員 あの全員同じ目線でみんなであの会社を経営していくっていうスタイルが望んでた形だったので全く違ったんですよねな,、はい、なのであの社員たちもどっちについていっていくか分からないっていう状態だったと<ー>もう結構混乱してたと思うんですね <laughs> その時期はい。 あのきっかけはちょっとプライベートなことだったんですけど、はいはい、それであのプチって私の,あの今まで積み重ねてきた我慢が、はい、<laughs> あの切れまして、はい、でも出て,出ていくっていうのなるほどで出てい,いけとも言われましたし<あ>出ていくとも <laughs> <laughs>、ね、結構。 でまああのまあ、怒りに任せて出た言葉だとは思うんですけど、はい、で出ていっけって言われてあ絶対出ていくと思ってで函館にいたら捕まると思って <laughs> 結局なんか戻される気がすると思って <laughs> いや私は絶対出ていくんだみたいな、はい、<laughs> 感じで <laughs>、はい、あの淡路島に飛びました。はい あっちにいらっしゃったのは、私もあの、ぞうさんですけどそ,す、ねはい、その時に、あの、ちょっとお借りになった時に、ご出演されたりとかね。はい、あの、ありましたし、電話でご出演されたこともありましたよね。そうですね。よく覚えてらっしゃいますね。はいはい、あ、いいなと思ってね。はい あのちょっと函館と淡路島は遠いなと思って思ったんですけども <laughs>、ねまあ、ちょうど向こうにあの友人がいて、はい、まあゲストハウスをこう立ち上げるので手伝ってほしいって言われてたんですよね、まあ、それがちょうどそのプチって切れる1か月前ぐらいの話だったので、はい、あもうそっちに行きますっていう形でもう,う、はい、もうすぐ次の日にはもう移住決めてましたねそうですかはいもう思い立ったらもうすぐっていうタイプ、ね、思い立ったらもうすぐですね ねあのー、お母様でありつつもあの、はい、同じ会社で働くっていうふうになると、えええー、またそこはちょっとあの家族でありつつ少し違うなっていうところがやっぱりあったりっていうのもすると思うんですが、はい、でも20年ねいたところを出ていくっていうのは結構大変なことだと思うんですけど。はい、あいやもう全然 <laughs> なんかやっぱりやりたいことがここではできないと思ってたので、はい、それでもその自分の目の前の与えられた環境の中でやろうと思ってたんですけどあもうなんか全部手放していいんだったら全部好きなことできるって言って結構ルンルンで行ったそうですかその時ははいでも淡路島でお過ごしになって、はい、でもその後戻ってこられましたねそそうなんんでですすの時ずっっとたたかけどあの息子が まあ一緒に家族でで行ったので、はい、そしたら息子がちょっとあの面白い大人たちはいっぱいいるけど同年代の。 あの友達がいないなっって言って言向こう関西のノリなのでもうツッコミとあのボケの連続みたいな、はい、それに全然息子はついていけなくてな、はい、私も多分ついていけないと思うんですけど <laughs> でそれでも友達がいないってなって引きこもってきちゃってでこのままここにいるともうずっとこの子は部屋から出てこないなっていうのがあ,<ー>あ,のあったのでもう。 もう悔しいけど、帰るかみたいな。<laughs> <laughs> なるほど。家族のことを考えて,て、はい。そうですね。だから2年間は本当。あの母とは絶縁状態だったんですよね。そうですか。はい、全然連絡取らず。全く連絡取らず。戻らず。はい。 そうなんですあんまり淡路島がその関西っていうイメージがそんなになかったのであ一応あの兵庫県なので神戸とかそういう地域で自然がいっぱいなのかなとか海の幸山の幸いいろいろななのか,なかそれはもう本当に最高でしたよ、はいはい、海も綺麗でしたしもうあのやっぱり、ね、魚が獲れる、まあ、こっちとは違う鯛、はい、とかがすごい獲れるんですけどすごい美味しくて。 それは良かったです。畑で野菜取れたりとかあの畑,畑に転がってる白菜持ってっていいよとか<ー>言われたりとかおおらかな感じがします、ね、そうですすごい自然豊かな環境でしたあの北海道とはやっぱり暖かいところですね全然違うんですね,でね全然違いましたね そこから2年間過ごして、まあ、お戻りになったということですけども戻ってこられてからは、はい、あのこちらではどんなふうに戻ってきてからはあのやっぱ会社に戻るつもりは一切なかったので、はい、あの結構カウンセリング的な勉強とかをしてたので、はい、あの個人の,そのカウンセリングのセッションとかそういうのを。 をやりつつ、そのコミュニティ作りっていうので、まあ、イベントをね。まあ、こっちにいた頃から結構してて、はい、やっぱり淡路でもやってて、人と人をつなぐのがやっぱり好きなんですよね。んなんでまあそういうコミュニティ作りとか。あとまあ、えっ、ー、とまあ、みんなで遊べる場を作るみたいな。 をやってたんですね。で、今自然療法のホメオパシーって言うんですけど、東洋医学とかも絡めたそういう療、まあ、今の病院とか西洋医学とは違った分野のあの療法を学んでいて、まあ、それをあのカウンセリングしてたっていう感じでやってました。うん、さっきあの淡路島の方、その関西のノリでそのちょっと付き合い方が違うなんてお話ありましたけど、はい、あのその過ごしたのとこう帰ってきてっていうちょっとこの人との 合わせ方っていうかあ、えー、あの高橋さんとこう関わり方変わったなとかっていや向こうで本当にいろんな人種あの淡路島っていろんな人たちが集まってるところで、はいまあ、移住組もすごい多かったんですけどなので。 本当にいいいろんんな人種がいるっっていう感じだったんですよ今まで会ったことのないこう種類というかはい、はあ、なのであのこっちに帰ってきてほっとした部分もありましたよね、はい、なんかすごく人に恵まれてたんだなっていうのも思いましたし<ー>までもた向こうで新しい世界も開けてちょっと視野が広がったっていうのもありましたし、まあ、行ってよかったなっていうのはすごい思ってます。うんまあ、あの 今ちょっと過去の話をね、こう振り返りながらなんですけども、あの戻って来られて、はいえー。不動産には戻らずとお話しされてたんですが、はい、お母様とはどうなったのかなと。ああ、そうですよね。<laughs> すごい気になってる。じゃ、それがですね、はい、なんか息子がうまい具合に、あの、つなげてくれたんですよね<ー>いや。息子が母と一緒に暮らすっていうふうになって、まあ、はい。 学校とかもちょっと遠かったのでうち今七重町に住んでるんですけど、はい、学校が函館でであの母と一緒に暮らすってなったらすごい喜んじゃって、はい、であの息子のおかげでこう仲直りできたっていう形になったんですよね<ー>、うん、子はかすがいか<の>孫はかすがいか <laughs> そうなんですよでもあのそしたら次息子と母が喧嘩して息子が出ていくっていう <laughs> <laughs> なんか女デジャブみたいな<あら> <laughs> <laughs> 息子とは結構でもあのもう大きく あもう19で、はい。<ー>もうもう自立してます。でもあれですね、あのそうやってこうしっかり喧嘩できるっていうのは、はい、あのそれぞれが感情をしっかり出せていたってことですよね。まあ、そうですね。ええー、まあ似てるでしょうね。<laughs> <laughs> そうですね。<laughs> 似てると揉めますよね <laughs>。そうなんですよ。でもあのあのその時にあ,あのママが出て行った理由が分かったっていうのを <laughs> <laughs> あの親子のあの理解も深めてくれたので <laughs>。 ね、あのー、渡辺社長本当にすごい人だったなって思いながら今、ねね、いるんですけども、はい、でもまあすごい愛情深い人ではあったんですよね。うんはい、でその愛情をなんか心配に変えてしまう癖があってすごいあの過干渉というか。 そういう部分もあったので、えー、でも本当にあの亡くなってからもさらに感じてますけど、本当あの奥底に愛情を深く抱えてた人だったんだなっていうのが今でもなんかすごい強く感じてます。あのちょっと喧嘩してんなって話ありましたが、あの、はい、子供の頃は、うん、あのどういうお母さんだったんですか。お仕事は忙しかったと思いますけど。そうですね。もう子供の頃から私をおんぶしてあの会社に行ってたみたいな感じだったので、はい、私は母って というよりその社員さんたちに面倒見てもらったみたいな感じの方が強いですね。うん、どうようかいやでもやっぱり厳しいかったですよ。しいですね。<laughs> はい、怒られた記憶は結構あります。<laughs> <laughs> ではあのまあ。 優しくされたとかっていうよりもやっぱ怒られたのが印象に強く残ってにっていうのはあるかもしれませんけど、うん、<laughs> そうでですね <laughs> でもあのそれが愛情だったりもするんだなっていうのを、うん、あの今回その、ま、残された社員さんたちと今頑張って会社やってるんですけど、はい、もう社員たちがあの会長から言われた言葉を愛情としてちゃんと受け止めてる。なんかすっ あの客観的に聞いたらすごいひどいこと言われてるんですよだいぶわかるんですけどもう想像つくわっていうぐらいシーンが浮かんでくるっていうぐらいなんかひどいことをね浴びせられてもそれをこう笑い話として今でも出せるっていうか、ね、それを愛情と思って受け止めてくれてたんだた、うん、だからまあこんなに長年一緒にいてくれたんだなっていうもう4人ぐらい 20, 20年以上いてくれてるので。 もう本当になんか家族みたいな感じになっていて、まあ、私コミュニティ作りたいって言ってたんですけど、はい、まあそういう家族みたいなコミュニティを作りたいと思ってたのであ私のこう望んでたことを実はやってた人だったんだなっていうのがう本当に今になってなんかすごしみてくるというか。 はあ、もう生きてる時にもうちょっとね分かってたらよかったなっていう、うんはあ、そこだけちょっとね後悔残りましたけど体調を崩された時に、うん、あのいろいろと心配されたりですとかあの病院に付き添われたりっていう話あのことをされていたということなんですけどもちょっと体調に不安がっていう時ではありますがあの、うん、仲直りはできてたんですかねあその時は大丈夫です <laughs> ちょっと心配です、はい。<laughs> あ、結構帰ってきてすぐ、なんか治りはしてたんで。はい、もう、あの、ちゃんと、お子さんが詰いでくれて。てそうなんですよ。はい、もうありがたいこと。いや、でも、本当それがなければ、帰っても来なかったでしょうし。はい、そのままね、あの、話せないまま亡くなってたっていうパターンもあったと思うので。本当に、ねうん、息子には感謝ですね。はあ、今。 どこにいらっしゃるんですか、息子さんは。あ、函館にいます。はい、今日ラジオ聞いてないかな。せっかくの機会だから、聞いてないかな <laughs> と思いながらいるんですけど。はい、でも、あの、会社もあのー、ね、あの。お母様のそういうの、ちょっとこう厳しくも、やっぱり愛情のある言葉が、ということで、社員の皆さんは、それをお感じになって、お分かりに、ということで。はい、やっぱり、あの。 社員と皆さんも、こう家族の一員だみたいな感じがやっぱあったんでしょうかね。あ、そうですね。もう本当になかお母さんとして見てくれてたんだなっていうのがすごい感じます。 会社もあの仕事場ではありますけども、あの家族の一つみたいな感じだったのかもしれませんね。いや本当そうだと思います。結構みんなで集まってご飯食べるのも好きでしたし、自分の誕生日には誕生会自分でやれますから、社員が参加しないと怒りますから。いいですね。それは本当私もちっちゃい頃からそうやってしつけられた。さあ言わみたいなそうそうもうそれはなんか家族と一緒のことをこう社員にも求めてるなって思いました。 今でもあのなかなかその、えー、若い方って一括りにするのはおかしいんですけれどもそれでもあの仕事は仕事だからってやっぱり割り切るタイプの人が多くなってる時代じゃないですかこれはこれって仕事に行ったらプライベートな話はしないとか時間が過ぎたらあのもうさっともう何もこう。うんうん 気にしないいでくださいって言って帰っちゃうみたいなタイプでありますけどもそれもまた一つかなっていうこともあればやっぱりあの仕事ってそうじゃないんじゃないかなって人と人とのつながりなんじゃないかなって感じる時もあるんですけど、うん、高橋さんは どういういタイプあ私はもう本当に人のつながりでだけで生きてるみたいな、はい、<laughs> そんな感じですもう本当に人に助けられてもう今の会社もそうですし淡路でね何にも,も知らないところから行ってこう受け入れてくださった方々に助けられてっていうのがあるので本当に人のつながりでしかないなと思って、うん、それがまあ一番こう。 私自身をかかせるる道なのかなののと思ってるので、まあ、会社も、まあ、みんなそういうあの家族のつながりというかうちの母とのつながりを大事にしてくれてたので会社の特性としてもやっぱり人のつながりを大事にっていうのは。 あ,のあると思いますああの不動産業ってこう建物とか土地をって仲介と思いますけども、うん、結局は人と人ととやっぱりつなげますすよよねねそうですよ、ね、ただ建物とか土地を売るんじゃなくてやっぱりその人のなんか暮らしとか、まあ、人生、まあ、できれば人生を見て、まあ、より良い方向に行くようにこの建物と土地を提案するっていうのをやっていきたいなと思っているのではいただ物を売るっていうのではないですよね。 高橋さんからのリクエストでラットウィンプス正解をお送りしました。高橋さんこの曲もう歌詞聞きながらもう滲み、はい、ってきて、はい、ちょっと涙出ますよね。<laughs> そ,うそうですよね。まあ、卒業の時にね、はい、歌われる曲だと思うんですけど、まあ、やっぱりあの母からの卒業っていう意味もあったんですけど、はい、あとはまあ自分の人生を正解にしていくんだみたいなあ<ー>、まあ、この歌詞がやっぱりすごく好きで。 はい、自分の人生はこう自分で作って、まあ、答え合わせの時に私はいないっていうのを母に思えるみたいな感じなんですけど <laughs>、うん、それでもやっぱりねみんなで正解にしていこうって思いながらはいリクエストを選びました今日はあの高橋さんにいろいろお話を伺って、まあ、あの家業を一度こう離れて、ま、ってで ままたた戻ってきてってきいうにされてましたけども、はい、あの思い立ったら、ね、もう私はやるぞっていうタイプだっていうお話されてましたけど <laughs>、はい、沖縄方でもその思い立ったらやるぞっていうのがなかなか踏んにつかないとか、はい、いやちょっとこう今自分の状況がこうだからっていうその理由の方がなんかこう思いような気がしてできないっていう方は多いと思うんですが、はいえー、そこをやっちゃうぞっていうのはもう、はい。 そうですね気持ちだけじゃないと気持ちだけじゃないあでもなんて言うんでしょうこうやっぱりあの福祉施設にあの勤めてる友達がいるんですけど、はい、おじいちゃんおばあちゃんがこう。 ね、もう年取って動けなくなった時に何言うかって言ったら若い時にもっとああすればよかったとかやりたかったことやっておけばよかったってみんな言うっていうんですよ。はい、なのでそういう後悔だけはしたくないなっていうのがあって失敗しようが何しようがやってみるっていうことにやっぱ生きてる意味があるんじゃないかと私は思っているのでとりあえずこう体験するみたいなで駄目だったらまたやればいいみたいなのが結構、はい、もともと備わってるかなっていうのはあります。 そうですね。ダメだったら一回やめてまたやればいいんですね、はい。<laughs> そうなんですよ。でも今回のね母のシーンを見てやっぱりそのね元気なうちにやれることやっておこう、はい、って思いますし、やりたいと思ったことがあるんだったらあの絶対生きてるうちにやりたいと思ってはい動いちゃいますね <laughs>。<laughs> え今はですねこの家族のようなっておっしゃってましたけれどもあの社員の皆さんと一緒にということで、えー、リドウトさんをえこう引っ張っていってる高橋さんなんですがあの今後高橋さんがこう まあ、社長として会社をこういうふうにしていきたいとか、はい、あの多分社長になった頃こそやってみたいこととかあると思うんですけど、はい、何かお考えのことってありますか、はい、あそうですねやっぱりあの家族のつながりっていうのがうちの会社のキーワードになってるなと思うんですけど、まあ、今ユートピア川原っていう団地あの所有しているのがあって、はい、まあそこにもまた新しい家族のようなつながりを作っていきたいなと思って今ちょっとイベントとかを結構 定期的にやる予定で今年は結構やっていくのではい、そこを作っていきたいなっていう思いがありますそこはあの母も同じことを言ってたんですよね私と同じあの未来を見てたのではい、はい、そこに取り掛かっていきたいなと思ってましたはい、あの団地今あのリノベーションされているところなんかも多いですしユトピアからも中がねすごく綺麗になっていてということであのこう 集合住宅だと縦と横のつながりが気になるって方もいれば、はい、もうそれこそが人とつながってる感じがして、うんね、あの好きだっていう方も多いじゃないですか。はい、イベントが定期的にああったりですとか、えー、あの 一緒にこう暮らしてるぞっていう、その人の温かみが感じられるっていうのは、生きていく上ですごく大事ですよね、はい。そうですね。私はそういうのが、あの理想としているので、はい、はい、そういう場を提供できるように。ユートピア川原を、まあ、ちょっとなんか昭和の昔のような、あの上にちょっとお醤油借りに行くわみたいな。はい、ね、あの味噌ないから貸してみたいな、のが言えるような、<laughs> そういうあのご近所のお付き合いを作っていけたらなと思ってるんですね。やっぱりなんか孤独を感じる人って多いと思うんですよ。はい、高齢者の方で。 で孤独心も増えてますし、まあ、そうならないようにその周りが気にかけてくれるというか私の,あの息子も実は団地に住んでるんででるす、はい、団地の一角に住んでてでそしたらこの間入居者さんが「息子さんなんか夜にコンビニ行ってたよ」とか <laughs> なんか教えてくれる <laughs> なんかあのすごい目撃情報 <laughs> どこ行くの?」って言ったら「うん <laughs> コンビニ」って言って <laughs> なんか「元気そうにしてたよ」って言ってくれて <laughs>、はい、あこうやってなんか気にかけてくれるのなんかありがたいなって私は思ったんです あのもしかしたら嫌な人もいるかもしれないんですけど私はそういう関係がすごく心地いいというか安心できるというか息子は一人じゃないんだなみたいな感じに思えるので、はい、まあ安心があるんんじゃなないかなと思うんですよねそういう場を求めている人が求めている場がちゃんとあるよっていうのはすご、はい、く大事なことです,ね,そうですね。はい まあ今お話に出てきてね、えユートピア川原と思った方はですね、あの会社にお問い合わせいただけたらと思います。ぜひぜひ、はいまだまだ空いております。<laughs> <laughs> また何かのイベントなんかあるときはぜひ教えてください。はい、はい、あイベントがちょうどですね、五、はい、月十八日に、はいはい、開催予定で、一か月後ですね。はい、はい、団地のその一角にちょっとカフェとかもあるんですけど、はい、まあそこにであの食品食事を提供しながら、あと施術系のえっ、ー、と出店とかもはいあっていろいろやる予定があります。はい。 これあのイベントの予定はどちらかで。あの チェックできるものありますかあそうですね今ちょっとチラシを作っているところなんですけど、はい、あのホームページとかでも確認できますはい。はい、ぜひそちらもご覧いただきたいと思いますえ今日お話に出てきましたのでえ会社どこなのって気になった方もいると思います千歳町電車通り沿いですねえー、リード不動産がありますのであここなのねさっきラジオで聞いたのここなのねって思ってほしいと思います、はい、え今日はですね昨年秋に代表取締役になられましたセンチュリー21リード不動産高橋京子さんにゲストに来ていただきました 高橋さん、今日もありがとうございました。最後に一言言ってきますか。え、あ、皆さん家族になりましょうみたいな。<laughs> ちょっと暑苦しい。いや、いいと思います。なんかあの暑苦しい家族 <laughs> いいじゃないですか。はい。はい、ぜひぜひ。本当のお母様愛情いっぱいだったんだなっていうのすごい感じます。はい、ありがとうございます。暑苦しかったですか。<laughs> ちょっと。<laughs>